東京の隋窓か禅寺入口と大和金君主の石碑金君食は仏教の思想に基づく菜食の一種。精進料理では避けるべきと考えられている食材が大きく分けて二つあり、一つはサンイヤと呼ばれる動物性の食材、もう一つはゴクンと呼ばれるネギ族などに分類される野菜である。ゴクンの扱いは時代や地域によって異なる。 大乗仏教や道教では、殺生を禁ずる目的から、三夜と呼ばれる獣、魚、鳥の動物性の食品を食べることを禁じられた。また、クンと呼ばれる匂いの強い野菜類を食べることも避けられた。多くの場合、主にネギ属の植物であるネギ、ラッキョウ、ニンニク、玉ネギ、ニラなどを避けるのが特徴である。ネギカネギ属の植物は、硫化アリルを成分として、 多く持っており、これが匂いの元となっている。説問会時は、訓を草ななり、十草群生と説明している通り、本来はネギ属の植物を指していたが、生草と訓読みするように、現在の中国語では主に元の対銀語として、動物性の食品を指すように意味が変化している。禅宗などの寺院に行くと、不許訓主入山門あるいは、 ふもとくん肉入れ三文などと刻んだ石碑が立っていることが多い。これは、君主の三文に入るを許さずと読み、肉や生臭い野菜を食べたり酒を飲んだりしたものは、修行の場にふさわしくないので立ち入りを禁ずるという意味である。金くん食に含められる植物は、ニンニク、玉ねぎ、ネギ、ニラ、ラッキョウ、両言行では、ニンニク、こびる、キョウ磁キ,ョジキ 各機の五種が挙げられており、盆毛業では五神と称して、木、ニラ、ニラ、ヒル、京居の五種が、両家業でも五神と称して、ニンニク、各期、時期、乱期、強強を挙げている。これらのうち、アギの実がセリカの植物で、他はすべてネギカネギ属の植物である。三野は、獣、鳥、魚介を刺し、動物性のものすべてを指す。 仏教における金勲食は、中国固有の宗教である道教の儀礼にも取り入れられた。道教儀礼の具体方法を記したものの一つ、朝審儀にはネギ、脱教、ニラ、ニンニク、チーズ等を食べてはならないと記されている。本蔵項目には、銅家の一派であるレンガタイエが、こびる、ニンニク、球、銅、項、ごクンとするとの記述がある。銅は、油中、項は、 セリカの植物である。正常なものだけを食べる、植栽と、素食、接触によって、体内の小臓器予識をが保てると考えられている。仏教と異なり、三やは、鳥の内狩り、獣の内犬、魚の内からす魚またはすっぽんを刺す。ありがとうございます。